誰から戦力外続けられた？チームとしてはやっぱ来年戦力として考えてないから、うん、すごい誤解を招いた発言として、はい、まあでもプロ入ってさ、はい、1年目のキャンプって2軍？2軍です。2軍スタート、はい、大阪桐蔭から中日ドラゴンズっていういきなりプロの世界、大人の世界にドーンって入った時、最初のファーストインスピレーションってどんな思いやった？僕リハビリ中やったんですけど、うん、あの肩怪我して入団して、うん、ずっと外野歩いてただけやったんですけど、うん、やっぱやってる人見てて、うん、えらい桐蔭よりきついなって。へー、その時監督誰？落合監督。落合監督だね。やばかった。あの噂では聞いてると思うんですけど、うん、やばいっす。やばいね。ずっとなんか打ち込んでたりもんね。あ、もう名物ありますね。4時間バッティングとか、うん、それは何？1軍2軍のキャンプはもっときつい？両方同じことしてます。2軍のその時の監督って誰？1年目が佐藤道郎さん、うん、から辻監督、あの西武ライオンズの監督になった、はい、うん、プロ入った時にさ、俺はここで活躍できるわっていう感覚持った？いや、もう用意どんで挫折しました。マジで？はい、ちょっとだけ打球補させてもらったんですよ、うん、で、あの高橋光さんっていう右の代打のフィールダーの人が調整で2軍やったんですね、うん、でその時にセンター守らせてもらって 5,6 回万歳して、普通の打球補で、うん、高校生と打球の伸びが違いすぎて、違うね、うん、分かる。あの時に1回やばいとこ入ったなって思いました。何年間ぐらい2軍にいた？1軍で出したの何年目？ちゃんと出だしたのは6年目ぐらいだと思います。 4,5 年は2軍で、はい、結構しごかれて。そうですね。高卒で4年間5年間の2軍生活って結構きつくない？めっちゃきつかったです。上がれると思ってた？全然思わなかったです。どこに入れるんだろうっていう。強いもんな、あの時も中日ドラゴンズ強かったもんな。そうなんですよ。もう内野はな、イバスさん、荒木さんいて、タイロンウッズ、タイロンウッズいて、サード誰やったかな、まあ、辰浪さんから森野さんになるかなと思ったら、ノリさん来たんですよ。ノリさんも来て、森野さんもいて、外野は？で、外野が森野さんになって、うん、レフトが森野さんになって、でセンター、アレックス、めっちゃ硬い、ライト、福留さん、はい、で、控えに秀則さんがいて、井上和樹さんがいて、まあまあまあ、まだ入れる余地ないよね。どこに入りましょうっていう。右の代打も高橋光さんがいて、うん、他の控えもあの河合さんとか、うんうん、奈良原さんとか、まだベテランの方たちもいて、うん、枠がなくて。枠ないね。はい。でも6年目に上がった時ってまだ落合監督？はい、落合監督でした。5年目6年目に上がった時ってさ、外野が空いたの？福留さんがメジャー行きはって、うんうんうん、で森野さんがサードに入って、行ったね、2011とか、うん、俺もじゃあアメリカ行き出した頃か。あ、そうです、そうです。それでお前が出だしたんか。あの時は外野が2個空いて、うんうん、でイービョンギュっていう韓国のいたね、はい、6年目に1軍で出して、はい、まあ、そこからコンスタントに成績出し出したと思うねんけど、一軍で活躍できた要因は何？メンタル的にはどう？なんかだんだん自信をついていったのか、それともなんかもうそろそろ俺は一軍で戦えるだろうと思いながら戦ってたのか。一回諦めたんですよ、うん、もう気持ちが折れ切っちゃって。何年目で？4年目か5年目の時に。なんで？なんで？なんかもう二軍でも打てないし、うん、もう本当精神的に多分やられたんだと思うんですよ、今思い返したら。結構なんかこう波ある感じだね。ああ、波結構あります。プロはあのメンタルは結構やられたことあるから、はい、その気持ちもすごくわかんねんけどさ、プロに入って活躍していくとさ、なんか、はい、毎日楽しくなってこうへん？あ、なってきました。やっぱりちょっとそこから自信を持つようになって、うん、こうすれば悪いところ直せるとか、修正点も徐々に見つかり出してきた時だったんですよ。楽しくなってきたなと思って1軍で2年3年プレーしてたらさ、はい、給料も上がってくるとさ、それなりの責任感、はい、プレッシャーも増えてきて、うん、次なんか楽しさから次恐怖を覚えるようになってきたりとか。ああ、ありますね。で徐々になんかこう、お前がこうチーム引っ張ってかなあかんねんぞとか言われるようになって、うんう
でもキャプテンマークつけてなかった。つけました、つけたんですけど、あの時何もできなかったんですよ。キャプテンっぽくないよな、なんか何したらいいんですかみたいな。いや、お前の好きなようにやれって言われて。その時誰監督は。谷繁さんです。谷繁さんにキャプテン指名された。はい、好きなようにやれって言っていただいて、いいんすかみたいな、うん、でも何していいかわからないまま1年が終わって、もうペッて取れて選手でいるうちってさ、俺もそうやねんけど、はい、一番使ってくれた人が、はい、やっぱ自分にとっては一番面倒見てもらった監督だなって思うから、うん、まあだから落合監督がお前をこう花を咲かせたって感じ。あ、もうそう思います。落合監督ってバッティング教えてくれんの？あんまり言われなかったです。どういう風に打てとか言われへんの？はい、俺一回さ、1年目の時に俺まだ2軍にいてて、ロッテの浦和球場に落合監督とあの息子さんの福士君を連れて、はい、ロッテ浦和球場の室内で福士君と遊んではったのか、落合監督。へえ。まだ高卒1年目 でバッティング見てもらって、ああいい打ち方するじゃねえかみたいな感じで、もっとこういう風に打てよってすごく教わった時があって、はい、その時俺と今江さんが浦和球場の2軍の室内でずっと2人で打ってて、で落合さんがずーっとかって見て、おお、まだもっと打てる、打っとけ打っとけって言って、福士君とどっか出て行った、はい、そっからなかなか落合さん来おへんなって今井さんと話してて、でも俺はもう3時間ぐらい打ってて、はい、あれ、これ落合さん帰ってこおへんのかな、ちょっと打っといてみたいな感じで、また戻ってくるからみたいなニュアンスで出て行ってんけど、はい、戻ってこんくて、俺8時ぐらいまで打っててほんでパッて外に見に行ったら落合さんの車なくて、はい、球団の人聞いたら、いや、もうとっくの前に帰ったけどマジでとか言ってでも打っとけよみたいな感じで言われて、打ってたらずっとそういうが落合さんと出会いかな。おー、そう、それキャンプ中にあるんですよ。え中日も中日、それ藤井さん練習終わって最後の個別の時に、個別の時にいいって言うまで打っとけって言われて、うんうん、で外で打つんですよ、室内じゃなくて、うん、外の鳥かごで打ってたんですよ、うん、火落ちてくるじゃないですか、うんうん、でもうボール見えへんってなって、うん、どうしようと思ったら、中があるじゃねえかって言われて、うん、次室内打ちに行って、それでもあのお声がかからなくてもういいぞっていうのが、うんうんうん、でどこ行ったんかなと思ったら、もうホテル帰ってはって、うん、でトレーナーさんにこうどこに繋いだか分かんないですけど、うん、こう繋いで電話してもらって、もう帰っていいよってやばいなやばいっす、一番しんどい、いつ帰ったらいいか分からん。そう、もうエンドレスで、エンドレスの。まあでもプレーしてて WBC も経験して、はい、どうやった、あのメジャーの選手と戦った。いや、めちゃくちゃ楽しかったですね。楽しかった。はい。2017年メダル取ったんかな。メダルなかったんですよね、3位だったんですけど。3位か。どこと戦った。中国、うん、中国、アメリカとかベネズエラ、プエルトリコ。準決勝がアメリカだったんですよ。その時のメンバー誰？スタントン。あ、スタントン、うん、スタントンとか。でも見てて衝撃的だったですね、うん、あの球め、打球スピードもそのドジャースタジアムやったんで出るんですよ、うんうん、170キロとかなんか誰、何みたいな。しかもコンスタントにその打球出すから、やばいな、やっぱ。てか、あのメジャーのスタジアム良くなかった？めっちゃ面白かったです。綺麗だし、であのロッカーとかもすごい綺麗で、うん、日本もああいう風にね、作ればいいんだけどね。そうね、日本でなんかこうロッカー分かれてる、分かれてるっていうかさ、はい、区切られててみんなでこう話すことってないやん。ないですね。なんかメジャーってさ、真ん中にドカーンってこうソファーとか置いてあって、はい、この端っこに席がバーってなってるからさ、みんながこう向き合う環境でしょ、うんうんうん、そう。日本のあのロッカールームってなんか変えた方が良くて、そこのロッカールームのあの環境ってすごく大事だからね。みんななんか日本ってこういうロッカーのなんか閉鎖されてるやん。そうですね。閉鎖されてみんななんか携帯触ったりとかして、すごいなんか無駄な時間が多い。それよりかはなんかもっとだらーっと寝転ぶところがあったりとかした方が俺はいいと思ってて、うん、でも17年間中日で戦って、最後立浪監督どういう風に接してたの？立浪監督になってから去年は何試合ぐらい出た？最後50何試合だったと思います、うん、ほとんど代打で、うんうんうん、代打か6回から出たりとか、うん、そういうタイプじゃないもんね。俺もそうなの。最後はね、やっぱ代打とかそういうことが多かったんけど、俺はどっちかって言ったら4打席もらったうちに
1試合の中で1本2本打ったりしていってコンスタントに成績残していくっていう、あのレギュラー掴んだ人間って、はい、やっぱ代打ってすごく難しくて、はい、代打で活躍してる人ってもうなんか若い時から途中から行く人とかの方が多くない？そうですね。ずっとただベテランでも残ってる代打の人って、まあ、レギュラーで最後代打での切り札としても活躍する方もいるけども、どっちかっていうともうなんか若い時からそういう経験を多く積んだ人の方が、はい、代打でも長く野手としては成績残してる人が多いんかなと思って、うんうん、レギュラーってもう試合1回表で6時から始まるってさ、そこにウォーミングアップ合わせてさ、はい、体作ってもう試合ドーンや、はい、でも代打ってさ、いきなり3回とかいきなり6回いきなり8回とか、うん、次行くぞって言われてもう準備体作ってんのに、あここちょっと待ってくれとかいっぱいあるやん。そうですね。体1試合の中に2回3回体作り直したりしてさ、はい、なんか代打の方が難しくない？難しかったです。あれ剛さんはどちらですか？僕は4打席あるじゃないですか、うん、4打席で考えるタイプだったんですよ、うん、剛さんはもう1打席1打席なんか考えるタイプですか？なんか4打席の中で1打席目はなんかこれは捨てようとか。あ、俺はもう全部1打席1打席。あ、全部1打席やるタイプだったんですか、うん、僕も4打席の中で最初はこれ捨てるとか、うん、これ切っていくとかっていうやり方をしてたんですけど、うんうん、それが代打になるともうドーンじゃないですか、うん、でも4打席でそういう考えで戦ってしまう、もちろんそれもありやねんけど、はい、あんまなんか率が残らん。3割打てない。あ、うんうん、なんか2割6分から2割8分止まりかなと思ってて、はい、やっぱ1打席1打席そこにアジャストしていかないと3割っていう数字には届かないかなと思ってて、あ、うん、もちろんそこにもうチームの相手がエース級、はい、もうダルビッシュだったり、まあ、当時ソフトバンク和田さん、杉内さん、ね、涌井、松坂さんとかいっぱいいた中で、はい、そういう選手、エース級の選手は1試合の中でどうコンタクトしていくかってことを考えるけど、うん、基本的に俺は1打席1打席すごく考えて勝負してたかな。おいつも4打席5打席の中で1試合の中で組み立てていこうと思ってた。はい、もう捨て打席を作って、うん、もう俺の中で捨て打席がないもんね。もう全部全部勝負して全部打ちたいから、捨て打席でヒット出たらラッキーみたいな、うんうん、その時はもう3本とか4本とかボンボンってどんどん球種消して打てるんですけど、勝負打席の時に打てないとやっぱタコ4タコが出たりとか5タコが出たりとか変動はでかかったです。なんか俺よくお前の映像でさ、はい、見んねんけどさ、なんかスタンドの人めっちゃキレてる時なかった？あ、ありました。あれなんなん？あれビシエル、めっちゃ怒ってたな。めっちゃキレたっす、あれ。お前怒るなんか感じの人じゃないのに。なんか僕珍しかった。ちなみにあの試合、うん、2安打か3安打打ってるんですよ、うんうん、だから僕のことで絶対キレたんじゃないんですよ。ビシエドってチームメイトにいるんですよ、うん、いたね、うん、ビシエドにめっちゃ長い指立てて日本語で何やかんや、言うてるやつがおったんですよ、うんうんうん、すぐそこに、うん、でめっちゃしつこいんですよ、うん、でちょっとビシエドもちょっと怒っとったんですよ、うん、でもう最初もう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 入れ入れ入れって言ったんですよ。で僕止めて入れ入れって言ってまだうるさいからカチンって、うん、もうそこ行ったろう思って登ってガーって行こうとしたらこうやって止められて、まあ自分のことよりっていうかね、もうチームメイトのこと言われたらムカつくもんね。自分のことやったら、ね、はいはいって、まあ、流せるんですけど、わかるわ。仲間のこと言われてやっぱカーってなるんですよね。まあまあ、まあ、悪いことじゃないけどさ、でもあれも映像だけ切り取られてさ、なんかやけに平田が怒ってるみたいな映像なんかよう見たよね。そうですね、よく出ますもんね。あれはじゃあビシエドのために、そう、まあためにっていうかやっぱなんか腹立ったんですよね。わかるわかる。しかもね、外国人に対して仲良く立てるとすごく日本人、そう、日本人が感じてる以上に海外では、うん、重たい行動、あ、絶対してはいけない、喧嘩に発展する時に使うもので、それをね、あの日本人ってやっぱそこまで分からずに軽い知識の中でやってしまうから、そういうことを簡単にできると思うんだよね。まあ最後、誰から戦力外って告げられた？立浪さんです。立浪監督、はい、立浪監督から、うん、いつ言われたの？名古屋ドームの最後、ツーアウト満塁12回の裏、うん、サヨナラのところで代打出たんですよ、うん、で空振り三振したんですよ、マクガフからヤクルトの、うん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 、いいピッチャーだね。その終わった後に監督室呼ばれて、もう引退せえって、
もうええやろうっていう。それ9月 ?9 月ですね。まだ残ってた試合、うん、ホームは3試合だけだったんですよ、ねうんうんうん、あとビジターが何試合6試合か残ったぐらいです、ね、もうええやろうってもうその言葉だけ、まあ、もうチームとしてはやっぱ来年戦力として考えてないから、うん、引退するか自由契約するか選んでくれ、うんどうそこまで去年1年ずっと過ごしてて、はい、今年結果残さんかったらそういう展開になるだろうなっていうのは予測してた、まあ、正直ありました。あったんや、はい、やっぱり2年前3年前の3年前の途中からになるんか病気でその試合もろくに、うん、その病気って何やったっけ異形狭心症っていうやつと喘息が出たんですよ、うん、喘息とかそれもともと持ってたの？いえ持てないです。あの2021年の7月から急に異形狭心症って何もいきなり心臓がバクバクなったりするの。あの心臓あるじゃないですか、うん、でここにこう血管ついてるんですよ、うんうん、この血管が痙攣を起こして、うん、こうと閉じたり、うん、とキュッて痙攣して閉じたら血流が流れない、流れない。そうです。で呼吸ができなくなるんですよ。普通の狭心症っていうのはもう閉じちゃうんですけど、うん、だからなんかステンドっていうやつ入れたら、うん、こう広くしてできるんですけど、うん、異形狭心症って痙攣なんで開いてる時もあるんですよ。だからステンド入れてもこうスルーしちゃって、うんうん、抜けちゃうから入れれない。その症状が出るって何？試合中に出るの？日常もですね。一番最初出たのは夜中あの息できなくなって。異形狭心症が発症した時って、はい、プレーとかできる感覚じゃないの？もう全然できないです。歩くんで精一杯で。めまいとかもする？めまいもありました、うん、で3分歩いたらもう息切れ、でジョギング一周できなくてあの、うん、PPP をだから1分ぐらいジョギングしたらもうドックンドックンやってもう、うん、足ももう酸素回ってないような状態になって、もう前動かなくてそこから行かなくなって、うんうん、もう自宅静養。休んだ？もうはい自宅静養してって。どのぐらい休んだ？もう完全に静養してたのは2ヶ月か3ヶ月ぐらいですね。結構ね。でそっからちょっと良くなってきて、うん、行くようにはなったんですけど、まあ、歩くだけ。それでなんか薬も服用していくの？はい、もう薬も服用して今も？今も、はい、服用してます。それも飲まなかったらそういうことが起きてしまう、発症してしまう。まあ悪くなっていくっていうふうには言われてるんで、まあ、飲みながら治していきましょう。それが完治することはないの？一応いつっていうのは言い切れないけど、うん、治ると思いますって言ってくれてます。まあそんなんか書いてたら、まあ、野球とかするレベルの話じゃないもんね。そうですね。あの時は本当最初バーベルとか持つじゃないですか、うんうん、40キロをふってやるだけでここがグッてしまってってなるんですよ、うん、っていう状態です。まあでもそっからさ、その、まあ、まあ向き合っていかなあかんことやんか。はい。向き合いながら、まあでも現場に復帰してきたわけやん。はい。その復帰してからはなんかそういうことでこう悩まされることってなかった？2021年の、うん、ほんと最後に2軍の試合出たんですよ、うんうん、で1塁からホーム走って、うん、守備ついてベンチ帰ってからなんかフラフラしだして、うん、チェンジになって守備行ったんです、うん、守備に行ってキャッチボールしてる時にもう画面がこうなって、あもうあかんってなって、こっちもしんどくなって、うん、変わって、またオフもちゃんとトレーニングとかもできずに2020年入ったっていう感じです。で去年そのままその年に戦力外を言い渡されたと。はい、はい、なので覚悟はしてました。うん、言われた時ってやっぱショックやった？まあ、やっぱ覚悟しててもやっぱショックはショック。そうやね。まあ俺もそれ経験あるから。はい。どういう思いになった？ああそうかって。でもやっぱ現役でやりたいなっていうのが。まあ俺も試合終わった後に寛大に引退試合を甲子園球場で作りたいので引退しますかっていう話になって。はい。まあ俺は根本が野球好きだから。はい、俺の中で野球人生で引退っていうのがあんまりなくて、うん、なんか引退試合したいとかそういうセレモニーを終えたいとかあんまり俺は持ってなくて、はい、他の後輩はちゃんとしてほしいんだよね、うんうん、ちゃんとなんかセレモニーを受けて引退をファンの前で知った方がなんか綺麗に終われるだろうなっていうふうに、だから後輩たちにはそういうアドバイスするけど、俺自身はあんまりそういうセレモニーっていうのはもう、はい、あんまり求めてないタイプやから、うんうん、まあすごく丁重に本当にありがたいんですけど、
僕もちょっとどこでもいいから野球続けようと思ってますって言って、まあ、今まだ38歳今年39歳になるけど、はい、まだ独立リーグで野球を続けてるっていう状況で、まあ、これすごい誤解を招いた発言として、はい、すごく世に知れ渡ったんやけど、はい、平田は引退セレモニーっていうのをしたかったの。もうやっぱり俺は野球がやりたい。それですごいショック受けてたよね。めっちゃショック受けたです。本当に野球好きやったらどこでやってもいいと思ってて、